ちょっと失礼。あなたは？そう、マスの仕入れ係ですわ。え？ああ、そうだったわね。警戒しすぎかもしれないけど、人のいない場所でお話できる？力を貸してくださってありがとう。お友達が一緒なのは使用人に聞いたわ。アルバートの逃走を知っている人は少ない方がいいのだけれど、信用できる方なら。大丈夫よ。最近奴らが現れたの？使用人が市場で襲われて以来は一度も。静かなものだわ。聖堂衛兵団に賄賂を送ったの。アルバートの噂は広がっているみたい。なぜ衛兵に錬金術のことがバレたのかしら。アルバート自身から広まった可能性もあるの。ただの実験をすぐ大げさに自慢するから。父親に似たのね。あまり賢くはなかった。アラキスにやられたの。ご存知かわからないけど。ああ、随分と田舎まで旅をしたんだな。いいえ、アラキスを養殖しようとしたの。アルバートが興味を持ったのが錬金術でよかった。比較的安全だもの。でももうダメ。アルバートを迎えに行こう。どこだ？お客様をもてなしてるわ。パーティーではいつも一番目立つから。いつもと違うと怪しまれるでしょ。いつ彼を連れ出していいの？お客様の酔いが回って今日の記憶が消えちゃうくらいの頃合いがいいわね。大丈夫、すぐにそうなるから。逃走の準備ができているのか？時間はないぞ。ええ、準備は万全よ。どこへ連れて行くの？詳しいことは知らない方が安全だわ。彼の無事は保証するから。でも私を信じて。今までもうまくいったでしょ。そうね、ありがとう。どうやって見つければいい？ヒョウの仮面をつけているわ。迎えが来ることも知ってる。なんだかワクワクしてたみたいね。この事態を本当に理解してるのかどうか。さっきも言った通り、あまり賢い子じゃないから。心配ない。その方が他の魔術師たちとうまくやれるさ。ゲラルト、彼を探すわよ。いい知らせを待ってるわね。アルバートを探すわよ。その時巨大なんだ。いい仮面だ。アルバートビーゲルバッドか？違うね。黒ヒョウだ。ゴー。もうやだわ伯爵。ノビグラドへの小旅行のことで話がある。じゃあ君らが。いつここを出発できる？そうだな、ママはみんなが酔っ払ってからの方がいいと言ってた。それに後で花火があるんだ。目くらましには最高だろ。花火が始まったらそっと抜け出して庭園に散歩に出る。生垣の迷路で落ち合おう。そこで待ってる。よし、でもその前にフィオラのロゼを味見してみな。最高だぜ。何のために来たか、アルバートが忘れてないといいが。庭園の方で待たない？さっき素敵な場所を見つけておいたの。よく晴れると街からニルムガードの旗が見えるぞ。ちょっと座って休まない？やっと仮面を外せる。少しの間かもしれないけど。素晴らしい眺めだわ。ワインまであるじゃない。晩餐会とか舞踏会とか本当に久しぶり。ノビグラドの下水道とはわけが違うわ。じゃあ機嫌もいいし、そろそろ聞いていいか？何を？さっき会った魔術師のことだ。ああ、モーリッツね。何が聞きたいの？出会いは？魔術師はみんな知り合い同士なのよ。何世紀も生きてる人もいるぐらいだし、時間はたっぷりあるの。
じゃあ君は彼とどこで知り合ったんだ。晩餐会で、大昔の話よ。彼が近づいてきて大胆に誘われたの。瞬間移動で静かなところへ行こうって。断ったのか。そう思う。実際その後もずっと言い寄られたの。あまり好かれていない印象を受けた。彼は上に立つのが好きで、指図されるのは嫌なんじゃない。だがノビグラドの魔術師を助けようとしているのは君だ。私があの人たちを一つにまとめてるなんて信じられないわね。君は指導者に向いている。単純な話だ。本当にそう思う。ああ、そのうち鉄のメリゴールドと呼ばれるだろうな。眼帯をつけたら似合うんじゃないか。一瞬本気で褒めてくれたと思っちゃった。本気だぞ。この顔を見ろ。少しも赤くなってない。誰が来る。アルバートかしら。違う、迷い込んだ客だ。シッ。恋人を探しに来たのかもね。エルフの物語に出てくるヒバリとカエルみたいに、インチューインチューベアグブロッカー、ピョン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 、カエルが歩く。静かに行くぞ。他の招待客が私みたいに早々に酔っ払ってなきゃいいけど。早くここを出た方がいい。ダメよ、先にあの有名な迷路を見物するって決めたんだから。噂ではそこに置かれてる彫刻はそのそのなんだ、全裸なの。こっちよゲラルト。トリス、ゲラルト来てる。ゲラルト来てる。気をつけろよ。メリーゴールド、やっと会えた。こんな状況で会わなきゃいけないなんて非常に残念だ。全くその通り。まあこの埋め合わせはまたの機会にしよう。ぜひ見てほしい錬金術の調合法が。つけられてない。大丈夫なはずだ。念のため二人の仮面を交換して。先に行くわ。後ろからついてきて。馬小屋に足を用意してある。よし、そこで会おう。アルバート、どうして隠れるの？アルバート、そこにいたのね。見つけた。ねえ、私にだけ見せてくれるって。今じゃなければ何でも見せてやるんだが。あら、ごめんなさい、私。アルバート・ビーゲルバットか。ちょっと外してくれますか。貴族の身分は何の意味も持たないぞ、伯爵。変な真似をしたら痛めつけてやる。どうかな。おい、やれ、打ち鳴らせ。こいつ魔法を使うぞ。なっ、
ここで終わりだ。心配していたのよ。何も問題ない。ただ他の招待客が見る前に庭園を片付けさせた方がいいな。使用人を生かせればいいのかしら。ああ、そうしましょう。あなたたちは急いで。準備はいいか。ええ、あなたの剣も衛兵から取り戻しておいたわ。イングリッドから報酬ももらった。予想よりすごく多かった。信じられないくらい。そりゃいい。南の島にでも逃げるか。冗談はよして。これでやっと魔術師全員のノビグラドからの脱出が実現できる。お別れを言いたかったら訪ねてきてね。お別れ。噴水でのことだけど、あんなことするべきじゃなかった。ワインのせいでまともな頭じゃなかったの。トリス、謝るなよ。メリゴールド、行かなくちゃ。ああ、気をつけて。